ちゃん。さあ阪神キャンプ、見てきました。今日はですね、紅白戦、はい、でしたね。そうだね、はい、紅白戦なんか面白い打順組んでて、はい、森下1番とかで里照1番とか、うん、大山2番とか、まあ、近本が6番7番とかね、まあ、打順あんまり関係なく紅白戦はやってたけどもね、まあ、この時期だからこれっていうことはないけども、ただ森下が、まあ、あのいい感じでは打ってるね。森下はいい感じ。森下選手はですね、はい、湯中さん動画にもしましたけど、そうそう、ちょっとね、はい、そのあたりどうでした？だからピートローズ型の、まあ、タイプが全然違うんだけど、そのバットで、まあ、結果だけは出てるんで、まあ、そんなにうるさくは言ってないけども、あれでやっぱこう最後まで打てるといいなっていう心配はしてたよね。それは誰が、まあ、監督とか、うん、まあ、ヘッドコーチもそうやし、あのちょっと、まあ、でも結果が出てる以上はね、まあ、やろうとしてることやし、うん、あの強制的にやめさせることもできないし、だからまあそこら辺はちょっと見守っていこうかなっていうふうには言ってたね。で、湯中さんはどう見られてるんですか？まあ結果がね、だから最終的にピート・ローズって分かんない人いると思うけど、本当に単打なんだよね、まあ、その人のバットを使ってるんだけども、ちょっと形的にもちょっと違うんじゃないかなっていうような気はするんだけどもね、うん、まあでも結果が出てる以上はいいかなっていうふうには思う。まあ、その外野手争いの中に入ってくる井上選手であったりとか、前川選手、それから期待の高い野口選手などなど今日ね出てましたけども、そのあたりは、まあ、経験がねやっぱある程度伴ってこないと、その考えだとか一球を逃す余裕だとかまだまだないと思うんだよね。だからそういう意味ではこうボールに対して突っかかっていく、まあ、そういうことがちょっと目についたんだけども、これはある程度結果が出てこないと余裕も生まれないし、まあ、今日見る限りでは触れるということはすごかったな、バット。だからやっぱりね、バッティングで一番大切なことっていうのは形云々というよりも、まあ、やっぱタイミングとやっぱ触れるっていうことが大事だから、だから触れるっていうことはみんなできてたから、そういう面では非常に期待感はあるよね。まあ、素材的には素晴らしい選手が多いよ、やっぱ。そうですね。まあ、その中でも今日昨年の優勝にも貢献してます、ね、メンバーも紅白戦には出てたということで、うん、まあ、紅白戦にも出てたし、まあ、そこら辺はもう なんかね、大人のチームだわ。まだ30前ぐらいの選手が多いんだけども、はい、いや、ただそのやっぱりやってること考えてること、それと連覇に向かってること、まあ、すごく大人に感じたよね。まあ、佐藤輝明選手ね、今日も打ってましたけど、はいはい、いや、あれは打つよ。あ、打つ、うん、それは打つ、うん、いや、それはね、佐藤輝やってきたこともあるだろうし、それが形にはまればそれは捉える、うん、だから、まあ、そこら辺はね、俺は里照は心配してないんだよね。豊さんから見て今年は何本ぐらいいけそうな、あ、30本ぐらいいってほしいなと思うしね。あ、まあ、打てる力は40本あるんだけども、まあ、段階っていうのがあるけど、だからいきなり40発打つような活躍も見てみたいよね、うん、それはいけるという、いけそうだっていうことですね。まあ、いけそうだと思うよ。キャッチャー争いというところで、はい、今日は梅野選手と坂本選手、はい、まあ、両方とも話をしたけども、両方ともこういいところで自分たちが出れたらというね、まあ、全試合なんていうのは今時こう考えてないだろうし、いや、だから梅ちゃんに聞いた時も、いや、まあ、頑張りますよって言ってたし、で、まあ、坂本誠志郎はなんかもうやっぱ冷静だったね、大事なところでって、でも不安しかないと。だからやっぱこうおごりがないよね、みんな全体的に、ね、うん、やっぱこう不安でしょうがない。なんかやっぱこうなんていうのかな、ボクサーがチャンピオンの座から落ちると、まあ、例えばリング上がる前怖いと、それはなぜかというと殴られるとかダウンするとかじゃなくて自分の座を奪われるっていう怖さと緊張感があると、なんかそれに近いようなものを感じたね、坂本からは。なるほど。じゃあもう今シーズンも2人で一つと。そうだね、そうだね、2人で力を合わせてだよね。他はこう豊さん、紅白戦とか、まあ、その後の練習、そのあたりで気になった選手とか。やっぱり木浪はすごく昨年よりは少し余裕が出てきたかなという、うん、ただおごりがないよね、うん、もうずっと打ってるし、そうなんですね、やっぱ練習の虫というか、はい、もう体壊れるのかなっていうぐらい練習するからね、はい、でもそれも素質の一つで、だ非常にしっかりしたものが、ね、気持ちの中にあるし、だからこの人もおごりがないし、まあ、次に来てくれたのが大山、はい、大山はやっぱこう4番になったね、本当にチームの中心というかリーダー的存在にはなったね、完全にね。
だから話をしててもなんていうんだろう、謙虚さもありながらやっぱ今年プレッシャーに打ち勝つ準備もしてるし、だから非常に頼もしく、見えましたよ。そのあたりはこう順調に来てると。そうだね、連覇に向けて。そうだね。ただその岡田監督ともねじっくり話をしてきたけども、やっぱその消去法でいくと怖いチームっていうのが、まあ、それはあるけども、やっぱ我々がしっかりした野球をやり、しっかりした準備をやれば大丈夫じゃないかなとは言ってたね。ただやっぱその連覇っていうのは難しいし、簡単ではないと思ってるけどっていうふうには言ってたけどね。まあ、だけどやっぱ戦力とかいろんなことを見ても、まあ結構揃ってきたなっていう。でまた競争しおるしなって、今年と、昨年では監督として違いますかって聞いたら、いや昨年はやっぱちょっと手をかけなきゃいけないところはあったけども、今年は選手が勝手に考えてしっかりやってくれてるっていうふうにおっしゃってたんで、やっぱそこら辺はやっぱさすが大人に、まあ、勝った経験というのはね、これからも生きてくるんじゃないかなっていうような気がするよね。どうですか、チームを全体的に見たときに、はい、その大人のチームにしてるやっぱキーマン的なは誰なんですか、選手なのか、それともスタッフなのか、コーチなのか、そのあたり豊さんどう見てますか。こういう話があるんだよ。クライマックスシリーズ、日本シリーズ、村上昇樹を立てましたよねって岡田監督に振ったんだよね。これは何もしてないよと、ピッチングコーチが勝手に言ってきよったから使っただけ。いや村上をあれだけ信頼したんですねっていう質問にね、でピッチングコーチがおるから、ピッチングコーチに同じ質問投げられた。だからこうやったらしいなって言ったら、いやいやあれはやっぱ監督が決定したことですと。やっぱねお互いをね立てるわ。でそういう首脳陣がいるから、選手もそれを見てやっぱ大人になっていくのかなっていうような、そんな感じがしたよね。やっぱりそのあたりのスタッフの信頼みたいなところもこう強い要因だったんじゃないですか。いや強いよね。で監督と話をして、平田ヘッドのとこ行って、どこ行ってましたって聞くから、いや監督とずっと喋ってたって言ったら、機嫌どうでしたかって聞くからどうしたんだよって言ったら、いや紅白戦の内容でとか言うから、いや別に機嫌なんか悪くないよとかいう話をしててね、やっぱりこうヘッドコーチは岡田監督に対しては本当に気を使ってるしね、気遣いができるヘッドコーチだよね。だからそしたらどうするかとか、こういう時はこうしなきゃいけないっていうのを平田ヘッドコーチはよく知ってるよね。だからいいヘッドコーチだなって思いながらこう喋ってたけども、豊さんがこう、まあ、阪神キャンプ来てどうですかね、こうやっぱり連覇いけそうですかね。難しいですかね。いや、 やっぱね考えてるところが深いわ。日本シリーズで弱さを使った場面、はい、ありましたね。あれもちょっと聞いてきたんだけど、やっぱ一つの賭けだったと、あれでやっぱ雰囲気を変えたかったっていうのはね、もうはっきり岡田監督の口から聞けたし、やっぱね今年も、まあ、ある程度の作戦とかいろいろ考えてると思うけど、はい、やっぱ一つ一つが深いわ、だから岡田監督を超えないとなんかチームが勝っていけないかなと、他のチームはね。なるほど。ということは他球団は対岡田監督になるという。いやそこのコンピューターを狂わせないと、なかなかやっぱりね岡田監督のこう手のひらで転がってるようではやっぱ勝負っていうのは勝てないと思うよ。いやそれと、まあ、最後に平田コーチのお疲れ生がなぜ生まれたかというと、あれねわしゃわしゃやってて、ね、寒かったらしいんだよ、はい、だからもう早く閉めてくださいって11月のことやからさ、はい、本当は坂本誠志郎が閉めるあれだったんだけども、はい、平田ヘッドの背中を押したらしいんだよ、はい、であの時はちょうど朝日ビールの人たちとちょっと歓談してて、で寒いとか言っててビールの人たちがあれだけビールかけに提供してるのに、ね、朝日ビールが全然出てこないと、いうことで平田ヘッドがお疲れ生ですってやったらしいんだよ、あれもね考えてたことじゃなくてとっさに出てきたことだって。お前あれで人生変わったなとか言ってたんだけどさまあね秘話を聞いてきたよ。そうですね、まあいろんな球団の今年はキャンプ、うん、まだね前半ですけども、ね、またこれからもね行きますけども、まあ行くけど、なんか阪神の選手見てるとさ、あ今年もよろしくお願いしますってさ、はい、なんかやっぱこうスタートっていうのはね、なんかしっかり意識してるなっていうようなね、もう感じもしたし、なんか素敵なチームだなやっぱりな。そうですね、うん、やっぱ岡田監督っていうのは、まあ、そういうところまで、まあ、教育の幅というものを、ね、持ちながら、まあ、やってらっしゃるのかなという。また平田ヘッドもそういうところはうるさいからね、あれは明治の
あの島岡音体に鍛えられた人間だから、もう絶対そういうのは大事にする男だし、だからそういう意味ではなんか本当に気持ちのいい球団に来たなっていうようなね、まあ、そういう印象を受けました、はいね。まあ、この後ね、あのスタジオに帰って詳しく動画を出すのか、それともまたまとめて何かを出すのか、ちょっと今考えてますけど、まあまあそうだね、またね、あの楽しみに、はい、でもまあ今年のセリーグも阪神筆頭に、まあ、どこが絡んでくるのか、はい、まあ、そういうことをやっぱこう痛感したみたいな、うん、そんな感じだったね。